ノエルを煽りに行こうかな、ノエルを煽りに行こうかな、ノエルを煽りに行こうかな、あ、ノエルを煽りに行こうかな、あ、聞こえてるかいノエル、あ、聞こえてるかいノエル、開始調査で、あ、ペコのは当たり前、うるせえ、うるせえ、おいおいおい、いやいや、まだ始まったばっかだからね、団長まだまだ全然やってないけど、コイン残ってっかんね、コイン残ってや、増やせえだよ。でも先言っとくね、ペコーラ開始1分で、当たりました、うん、じゃあねー。いやマジちょっとやばいぞ。よし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 、我々の勝ちなんだよノエル、お前はひざまずいてペコーラに王の座を譲れ、お前は負けた、霜降りに頼ってもお前は負ける、ペコラは勝つ、早くも、すいません、これ霜降りあー団長10分間マジソロしてなかったのに、もしかしてペコちゃんに追い抜いたところ、え、追い抜いちゃった、逆転しちゃった、え、マジ、よし行くか、え、待って、あいつも、え、あいつ何、え、追い抜いた、え、だって10万いってないでしょ、お前逆転されてる、ふざけんな、いつの間に逆転されてんだよ、コードにはずっと当たってるのに、は、え、なんで、え、なんで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 、え、な、え、あいつ不正してない、ね、あいつ不正してんだろお前、なんでお前にいきなりそんなまくられるんだ、ペコーラおかしくね、なんか逆転とか言ってる人いるかもしれないけど大丈夫そう、あ、ちょっと待って、あ、ちょっとさ、ペコちゃんうるさいな、ね、ちょっと今フィーバー中やけん、ちょっとミュートしてもらってもいいっすか、うるせえ、オッケー、聞いちゃ聞いちゃ聞いちゃ、集中、配信のことなんて忘れてな、無言でやればいけんのや、あれペコちゃんなんで煽ってこない、こないペコか、さっきは煽ってきてたペコなのに、どうした、え、もう、え、大丈夫、ペコちゃん気絶してる、大丈夫、大丈夫っすか、よし、お前のせいで外れたわ、逆外しちゃったか、早くしろ早くしろ早くしろ、はい、ペコラッチョさん、ペコラッチョさん終わりじゃないでしょうか、終わりですか、あ、今当たってる、止めるな、客が当たってるのに、アンガジュ優先ですけど、客が当たってるのに、お前閉店時間、はい、閉店です、すいません、はい、台から離れてください、おい、お前当ててんのにダメだろ、今やばい、激アツだ、お客様、はい、はい、終わりです、はい、くるくるタイマーも鳴ってますよね、最後の霜降りだけ言うことよ、マジでやめろ、最後の霜降りだけお願い、やめてろ、ダメダメですよ、ちょっとペコラッチョさん、あ、すぐ終わったんだが嘘だろこれ、すぐ終わったんだけど、この霜降りあ、え、ま、あ、終わりましたか、あ、終わった、霜降りもやった上で終わりましたかね、終わり、いや、あと3ゲームあんねん、あと3ゲームちょっと、ま、またれや、またれや、あと3ゲームちょっと、またれや、ボス行くから、またれや、いや、マジスロー終了しますか、押していただいていいでしょうか、はい、このボスだけ頼むよ、ま、いいだろお前、分かってんだろお前、結果ぐらいさ何を隠れてるか、牛だ、え、でもさ、え、ペコラッチョさんでも、ね、ただ勝ってるって聞いてたけどな、ボーナスめっちゃ来てるよみたいな言われてたよ、言われていたんですけど、終わりました、いやね、でもね、団長に今回負けた気がするな、はぁ、まあ、ペコーラはさっきの閉店時間になっても粘って15万2402枚、あ、15万2000、え、あんたはあんた何万いったの、大丈夫、髪の毛の人参食べてない、なんかコキーみたいな音したけど、大興奮で喉やっちゃってんだよこっちはよえ、団長はちなみに15万、え、16万なの、16万とか聞いてた、
15万。うん。ドゥル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 。8900イエーイ。ふざけえ、マジなんでノエルにこんな勝てないの、マジで。いや、それはね、やっぱり、ウサギとカメって知っとる。ペコラッチもしかしたら知らないかもしれないから説明してあげると、まあ、ペコラッチも強運かもしれないけど、やっぱね、最初に煽り散らかすと、やっぱ痛い目見んだよ。そういうことだと思うな。え、ちょっと待って、罰ゲーム？え、ちょっと待って、いや、罰ゲームとか言ってない、言ってない、俺は。あ、ほら、言い訳はもうね、もうベコラも言わない。ほら、皆さん、ほら、負けましたね。はい、ベコラが負けましたけど、いや、罰ゲームとか、そんな話出てなかったやん、今回。え、待って、でも、ペコラって言ってたよね、罰ゲーム何にしようかなって。ちゃんと聞いてきたんね。言い訳バニーしてんじゃないよ、言い訳バニーじゃないんだよな。罰ゲーム、いるかな？いらないじゃない。だって、今回なんか、そんななかったわけ。いや、でも確かに罰ゲームね、考えつかないねっていうのは半信半疑さ、言ってたよね。そうそうそう、言ってたけど、でもさ、ペコラッチョがその気なら、なんでもね、罰ゲームはね、いっぱい考えよう。え、いや、そう、ノイサギさんいるよね、ここにさ、店員さんとしてくる。ノイサギ、ペコラッチョにさ、一番辛い罰ゲームって何かさ、一番辛い罰ゲームってどういうこと、ペコラッチョ。いや、なんか結構ね、前回はさ、団長ね、ペコラッチョをさ、奴隷にしたんやけどさ、本当だよ、あの首はつなげられて屈辱だったわ、マジで。あー、1時間さ、うん、え、いつでもいいよ。まあ、ペコラッチョもね、多分収録やらなんやら配信やら忙しいと思うけど、うん、え、ガチであれ、団長なしの1時間 ASMR する？いや、機会がないかな、ちょっと。いやいや、それはさ、あの、いつでもええで、こすで。え、団長、実績あるんで。いや、ノエルノエル、いろんなフォルメ。 ASMR ってさ、すごく貴重だし、すぐ壊れちゃう機材だとさ、危ないよ。大丈夫、ペコアラには貸すのは危ないと思うから。いや、団長ね、なんだかんだ乱暴に扱っても2年以上生きとるし、大丈夫。危ないじゃない。いや、ペコアラはノエルよりも乱暴者だという自負があるから大丈夫。なんでそんな、いや、え、じゃ、え、待って待って、でも、え、待って、今コメントであるのは ASMR と、あと VR コーナーはあれだもんね、できるゲームがね。あ、そう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 、ね、そう、少ないんだよな、VR はな。そう、 ASMR が一番いいと思うけどな。まあまあいいじゃん、 ASMR。 そう、まあ、あれ。いや、あの、あれだよ、団長本当に1時間何も、あの、裏にいるだけで、ペコラッチョだけの空間でな、 ASMR。 いや、地獄やん、それもさ。それはそれ、いやいや、地獄ちゃんさん。でもそれ、罰ゲームってそういうもんなの、わかる？はい。自分がやっぱ、でもそれって罰ゲームってさ、ただただ自分が嫌なことをするだけじゃダメだって配信者としてわかるよね。やっぱ配信者としては罰ゲームは自分が嫌なことかつリスナーさん、ノウサギさんが喜ぶようなことじゃないと、やっぱね、誰得だみたいになっちゃうんで。なるほどな。考えてもらえますか？負けたら拒否権なんてないんだよって言われてる。